はい、レオンチャンネルです。仮面ライダー技術放送中にもかかわらず、まさか、レーザーレイズライザーがほぼデラックスと変わらない価格でメモリアル版の発表がありましたので、改めてデラックス版一気に遊ぼう。っていうか今回は、レーザーレイズライザーはメモリアルから発表がありましたけど、こっちのバックル側のメモリアル版の話は出ておりませんので、こうやって、ジーンっぽく武装したい場合は、デラックス版を買わなきゃいけないんだけど、これ売ってないんだよね。バックルにハマってる状態のレーザーレイズライザーかっこいいっすよね。この斜めのジーンの角度。こことかも何もギミックはなくて造形のみなんだけど、一応本編だとここにカードをセットして腰に当てることでレーザーレイズライザーで起動してベルトごと出現みたいな、そんな感じでしたよね。で、電源オンすると、本編通りの起動音が鳴ると。カード側見ますか？はい、このように、推しライダーのデザインが、後ろクレスト入ってるのが、めちゃくちゃいいですよね。はい、キューンは、もうキューンとか出てこないのかな？ナーゴになってて、で、ケケラは、タイクーンと。ケケラとかがさ、ここまで敵対関係になるとは思わなかったよな。で、今回メモリアル版になるにあたって、ここの艶消しのパープルがメタリックになったりとか、ここがブラックになったりとか、あとはクリアパーツのトリガーがシルバーになると。若干のアップデートとはいえ、プラス1000円でメモリアル化は安いよね。まずは仮面ライダージーン。変身。いいね、この最後の、キツネのワオーン必殺。しかもメモリアル版では、重力操作音も鳴るってね。サポート。さらに、仮面ライダーキュン、ナーゴとの共闘シーンはマジで熱かった。また発光から音から全然違うもんね。必殺。サポート。そしてケケラー。キキラもうちょっと変身ポーズ印象的だったらいいのにな。割とこう銃をスッて構えて終わりだもんね。まあ、今聞くとちょっと敵キャラっぽく聞こえるかも。ちなみに裏側から見るとちゃんとクレストがむき出しになってますね。変身ポーズはジーンとベロバが同じぐらい好きだな。ベロバ。いや、ベロバっつったらやっぱこの巨大変身だよね。グレア2もかっこよかったけど。変
って感じで、4人分の仮面ライダーの変身王を楽しむことができますし、メモリアル版の場合は、さらにプレミアムベロバとプレミアムケケラ、そっちの変身王もなるってね。でもやっぱ普通の人型感があるのがジーンなので、ジーンの印象が一番強いアイテムではあるかな。あとはカードをはめなければ普通に武器として使うこともできます。射撃発光白くね光りますね。いやこれデラックス版を買えなかったっていう人もそういうところの救済でもあるよな。レーザーブーストも鳴らしますか。いや、すごい見た目だね。ブーストマーク2、やっぱ何かしらでもう一回使ってほしいな。あとはメモリアル版の際にこの状態で何か特別なサウンドが鳴ったりとかするのはどうなんだろう。でも中間らしい特殊な見た目最高にかっこいいわ。メモリアル版は現時点でも買えますので、リンクは貼っておきます。以上、レオンチャンネルでした。